えー、皆さんこんばんは、えー。時間になりましたので、えー、本日の被爆学習会を始めたいと思います。で私は司会のぬくしなと申します。えー、最初にまずあの画面共有させていただきます。 はいえー、と本日の学習会は、えっ、ー、と、女川原発の再稼働問題ですね。えー、で、たたらさんと、えー、日野さんにお話しいただきます。で、今日の予定なんですけれども、たたらさんのお話の後、まず5分休憩。で、あと日野さんのお話いただいて、えー、5分休憩の後、 質疑応答というふうにしたいと思います。でえっと、じあの次回の被爆学習会はまだ準備中です。はいでえっと、最初にお話しいただく竜原さんですけれども、えっと、1958年の生まれで、えー、大阪府出身ということです。で東北大学を中退し、学生時代から、えー 女川原発の反対運動に参加してここられたとということですで1983年に仙台の共同購入会後のアイコープ宮城に入居し2008年から17年まで専務理事で現在は顧問だそうですから非常にやっぱりこの女川原発のことについては詳しいというね。 で船川原発の再稼働を許さない宮城アクションの世話人、それから市民連合アットマーク宮城の事務局長も務めておられます。えー、それじゃあ、たたらさん、一つよろしくお願いいたします。あ、皆さん、こんばんは。宮城県。 在住のタタラと申しまますす、えー、本日はこういういい機会をいたてて大変ありりがたく思っております、えー、私たちが住んでいる宮城県にある女川原発2号機がま、えー、もなく、まもなくといいますか、今年の11月なんですけれども、再稼働するという予定を東北電力が発表しております。えー、私たちは最後まで諦めず、なんとかこれを食い止めたいというふうに思っておりまして、 えー、全国の皆さんにオナガ原発再稼働問題に関心を持っていただけるのは大変にありがたいと思っております。で今日はオナガ原発の再稼働の危険性ということで、えー、皆さんにお話をさせていただきます。よろしくお願いします。えっ、ー、と六信さん、私何何分ぐらい喋っていいんですかね、<laughs> 最初。えっともうあの思う存分話してい,いていただいていいんですけど、まあ。 1時間半ぐらいですかね。そうですか。そんなに喋っていいんですか。<laughs> 分かりました。はい、ありがとうございます。<laughs> 大臣、一緒通りお願いします。はい、そんなに喋らないと思うんですが、頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。ね、じっくりお話いただいた方が分かりやすい,いす。ありがとうございます。それでは画面共有をさせていただきます。はい、あこれって全画面、スライド集の全画面が共有されてますかえとはい、だと思いますね。 えー、次のスライドが見えてる状態じゃないですよね。全画面が大丈夫です,す、ね、はいはい了解です。はい、はいえー。それでは行きたいと思います。うん、あのおただいまも,も申し上げましたように、あの東北電力は今年11月ごろに小長原発2号機を再稼働するという予定だと発表しています。えー、これはですね。 えー、あの3.11大震災後の東日本で初めて、しかもその被災地で、えー、3.11大震災で被災した原発が再稼働されようとしている。なおかつ、13年間以上動いていない極めて旧式の沸騰水型原発、BWR というのですが、これが再稼働されようとしている。初めて。えー、いうことを意味します。えー、このことはですね、 えー、むしろ原発推進側にとって、まあ、すなわち現政権や電力会社にとって、非常に大きな意味を持っている、まあ、ある種、画期的な意味と言いますかね、えー、これまで日本では12機ぐらい、えー、3.11以降、原発再稼働がされてきましたけれども、えー、その再稼働とは段階を画する意味を持っているというふうに考えています。でそのことは同時に 原発再稼働は際立っってて危険だとととといいいうう理由ともなっているということです私はあえてこれまで行われた中で最も危険な再稼働が行われようとしているというふうに言いたいというふうに思います。えー、その小長原発の危険性に入っていく前に一つあの申し上げておきたいのは私が今、 今回の小川原発再稼働が画期的な意味を持っているんだよというその意味合いです。それはですね、えー、今の日本のエネルギー政策、原発政策の一つの新たな段階に入るということを意味しているということなんですが、まずですね、3.11大震災、そして、えー、それを引き金として起こった福島原発事故の発災時、えー、日本の原発は54基ありました、まあ、これが最大ですかね、過去ね。 でその日本の54基の原発のうち、なんだかんだ言っても、この13年間で21基がすでに廃炉となりました。え現在33基となっています。まあ、その他に建設中の原発が3基あるとこういう状態です。そしてそのうち12基が再稼働しています。これはすべて西日本、つまり九州電力、四国電力、そして関西電力の 火圧水型原発、PWR です。まあ、これが今の日本の原発の現状ですね。私申し上げたように、えーまあ、あもうすでに3.11以降は21基が廃炉になった。その前に3基廃炉になっていましたから、合計24基が廃炉になったとっいう、まあ、こういう図になっているこれは n h 調の資料ですけどね。原子力エネルギー庁のホームページに。 この資料を常に更新されています。まあ、こういう状態に今、日本の原発はあるということ、これちょっと押さえておいてください。えそして政府は2021年、第6次エネルギー基本計画を策定し、2030年の電源構成における原発比率を22から20%というふうに決めました。えー、これはですね、計算すると、 原発約30基を稼働させると、えー、原発約30基分の,あの電力に当たるんですね、電源に当たるんですね。でつまり、私、さっき申し上げたように、今の日本の原油原発は33基ですから、ほぼほぼすべての原発、原油原発ほぼすべてを再稼働させるということをしないと、このエネルギー基本計画は実は達成できないんです。<laughs> これですね、えっと、一番上の横棒グラフが2019年度の日本の電源構成の実績です、電源別の。で、えー、っとこれが古いあのエネルギー基本計画ですね。で、これが、えー、2019年あにうんと、2021年に定められた新しい第6次エ,のエネルギー基本計画。で、実は、あの今年がですね、この エネルギー基本計画の改定年度に当たってるんですよね、2024年度は3年に1回ぐらい改定されますから、うんえー、ですからあの、おそらくですね岸田政権は、この原発比率20から22っていうのを維持するか、あるいはもっと高めようとさえしてくるんじゃないかというふうに思われます。で、ここにあるように、えー、原発は、えー、なんとですね、この中で、えー、あれですね、あの、えー 地球温暖化を防ぐ電源だと、えー、温室効果ガスを出さない、ねえー、非化石燃料の電源なんだというふうに再エネとともに位置,位置づけられていてですね、再エネを伸ばすと同時に原発もしっかり維持すると、こういう計画が今、この日本という国のエネルギー基本計画になっているわけです。 これがあのさっきの横棒グラフを数値にしたものですけれども、原子力、原発は大体1880から2060億キロワットアワーということですから、これが原発30基分の電力に当たるということになります。で、この計画実現に向けて、岸田政権は原発再稼働の促進。 運転期間の延長、そして新増設などの、いわゆる原発回帰政策に舵を切って、これを協力を進めてきています。そして、その政策の中で、目下の焦点となっているのが、東日本のどこかで、沸騰水型原発 BWR を再稼働させる。このことが大きな焦点になっています。それしないと、どっかで突破口を開かないと、 この原発三十機動かすというエネルギー基本計画が達成できないというところに来ていますそしてその突破口に位置づけられているのが我が小永原発二号機ということになってしまっているんですね私たちは3一・一以降原発再稼働が次々されてもう十二機も動かされてしまったというふうに思っていますけれども実は原発推進側つまり政府や電力会社にとっては全く計画未達成 計画の半分も達成でできてててなくて困ってるんですよね。この突破口をどこかで開こう、それが女川だという話になっているということなんであります。えー、これは去年の新聞、あ去年おととしですね、おととし、2022年の、えー、あれですね、あの例の、えー、グリーントランスインフォーメーション GX 会議を立ち上げるよという時の新聞記事ですね。そ、えー、そしてその後、経産省、 n h 庁が取りまとめた、えー、原発回帰政策の中身っていうのは、ここにありますように、えー、原発比率を20から22%に持っていくとで、運転期間を延長すると、ねえー、停止期間、原発が止まっている期間は、運転期間から除外して上乗せしていいっていうことにすると、ねえー、本来40年のはずなんだけど、特例として20年延長を認めるよっていうことで、60年まではまあ OK ってことになってたんですよね。 ここれは60年をを超えてて運転すす。ることを認めるとと認めいいう中身になっています例えば、女川原発であれば、今、13年間、少なくとも止まっていますから、目一杯60年さ運転させた上に、さらに13年、つまり最大73年運転してもいいよということさえ意味するわけなんですね、これはとんでもない話です。でさらに、まあ、廃炉が決まった原発を対象に、次世代原発へ建て替える、リプレースっていう、ね。それからそのための資金確保の仕組みづくり。 こういうことを政府は、えー、打ち出してきているということですね、えー。そのために原発60年後え、私も今申し上げたことが、これは法律としても成立してしまいました。GX 脱炭素電源法というんですけどね、いろんな法律の組み合わせで、えー、これが成立したわけなんですけれども、えー、これですね,ね、改正した法律と主な変更内容と。と、えー、この中で一つ注目していくべきことは、まあ えー、原子力政策の憲法と言われる原子力基本法の中に、えー、安定供給や脱炭素のために、原発活用することは国の責務だというふうに明記されてしまったということなんですね。うん、これは本当にとんでもない話だというふうに思います。ということで、えー、私、今まで申し上げてきましたように、 原発30基少なくとも動かしたいというのが、今の政府や電力会社の目標、市場命題になっています。しかし、12機しか動いていないというのが現状です。半分弱しか動いてないんですね。で残り動かすにはどうするか。で皆さんにもう一回、この日本の原発の現状の地図をよく見ていただきたいのですが、これ、実は原発が赤と緑に色分けされているんです。 何を意味しているかと言いますと、青が沸騰水型原発、BWR。緑が加圧水型原発、PWR なんですね。で、実は今まで再稼働されてきている原発は、すべて緑色の加圧水型原発なんです。ですよね。うん。九州や、えー、四国や関電の原発です。で、さすがに今まで政府も電力会社も、 あの事故を起こした福島原発と同じ方の沸騰水型 BWR はハードルが高くて再稼働できてこなかったわけなんです。で、その別違う方の,の PWR 加圧水型の方を、えー、先に再稼働してきました。で、えー、ともうちょっと言いますと、あの日本の 原発ってのは、軽水路ですよね。あの軽水というのは普通の水です。H2O が冷却水になっている水なわけですけれども、あ冷却剤、それから熱の交換剤になっている、えー、型の原発ですけれども、えー、その軽水路には大きく言って、えー、と沸騰水型と加圧水型という2つの方があるんですねで。沸騰水型っていうののははメ、えー、メーカーはアメリカカアリ えー、GE という、ジェネラルエレクトリックというメーカー原発メーカーが開発した型の原発ですで。それを日本に技術移転したのが東芝や日立です、日本のメーカーは東芝や日立です。で、その、えー、東芝や日立と組んで、BWR を導入していった電力会社は、えー、東京電力、東北電力、中部電力などです。こういうい系列があるんですね GE 東東東芝日立東電東北電北力っていう系列があるんですもう1系列は、加、えー、圧水型ですね、PWR。これのメーカーは、ウェスティングハウスっていうアメリカの原発メーカーです。あのー、後に、東芝が買収して、東芝が今見たく傾く原因を作った会社ですね。そのウェスティングハウスが、えー、設計、えー、開発したのが加、えー、圧水型で、えー、それを日本にあの技術移転して、日本で 作ったのは三菱です。三菱重工。で、それを取り入れたのが関電、九州電力、四国電力、等々のにどっちか言うと西の電力会社だったんですね。えウェスティングハウス、三菱、関電っていう、九電っていう、こういう系列があるんですね。で、私に申し上げた後の方の系列の原発が今まで再稼働されてきている原発なんですよ、実はね。で、今までで、 この火圧水型原発はほぼほぼもう再稼働してるんです、してしまってるんです、できそうな原発は。もうさすがに古い原発、いろんな原発の1号機、2号機なんていうのは廃炉にあのしてますよねで、これはもう再三ベースです、えー、今から何千億円もかけて、えー、安全対策工事をあの施しても、残りの運転期間が短すぎて合わないと、電力会社の経営にとってね、いう原発は廃炉にしました。 も,う小野川も1号機が廃炉になりましたでなんだけど、3号機とか4号機とか新しい原発がどんどん各地で再稼働されてますけれどもで、なんですが、今まで加圧水型しか再稼働できてないんですねで。で、できる原発はほぼほぼ再稼働してしまった、残りは北海道電力の泊原発、これは加圧水型なんですけどね、緑色ですよね。これはまだ再稼働できてません。なんだけど、これは、 あの活断層の問題等々が出てきていまして、再稼働までかなり道,道のりが遠い、えー、原発です、えー。これはまだ、あれですよね、適合性審査の申請さえできてないんでしたよね、止まりはね。ですから、当、ま、分、あ、再稼働できない。ということで、えー、原油、すでに再稼働している12基からさらに増やして30基目指して再稼働されようとしようと思ったら、どっかで沸騰水型原発を 再稼働させる突破口を開かないダメなんですよ、す、ね、実は、尾長原発より先に、当の昔に原子力規制委員会の合格を得ている沸騰性型原発っていうのはあるんですね。それはどこでしょうか。それは東電の柏崎刈羽原発6号機、7号機です。さらに、えー、日本原電の、えー、東海第二原発です。えー、これは BWR です。 小野、えー、川よりあ新しいあのし新型の BWR ですから、むしろこっちを先に再稼働した方がいいんですけど、できてませんよね、柏崎、彼ー動いてませんよね、東海大にも動いてませんよね、なぜでしょうか、これは地元の自治体の力で、地元の住民運動、市民運動が地元の自治体を動かして、そして再稼働を食い止めているからなんですよね。残念ながら、えー、我が宮城県の村井知事は 党の昔に早々と地元同意を出してしまいまして、女川原発2号機は行政プロセス、行政手続き上の歯止めがもうありません、悔しいんですけど、ですから先に規制委員会の合格を得た原発は柏崎刈谷とか東海第二とかあるのに、女川 2, 2号機が一番乗りとして今、踊り出ちゃってるっていう、こういう状況があるわけです。だから今、 狙ってる水深側が狙ってるのは、おじに大きい突破口を開いて、これでハードルをぐっと下げて、もう BWR 動いたよということにして、次は本丸狙ってるのは、間違いなく柏崎刈谷です。ね、柏崎刈谷を動かそう。まあ、この間、あんな能登半島の地震がありましたから、本当に柏崎刈谷、絶対動かしちゃだめだと思うんですけれども、それはほほ本丸だと思います。あのこれは東電を救うためですね、救,救われると思いませんけども。 あるいは <laughs> 唯一の首都圏の、うんえー、関東地方の原発、東海第二、えー、この間、通貨2号機がもう不合格というふうになりましたから、日本原電はもう東海第二しか残ってないんですよね。ですから、これを動かさないと、日本原電倒産ですから、まあ、そうじゃなくても倒産だと思うんですけど、何として動かしたいと、まあ、その突破口をとしても位置づけられているということなんです。いう意味で、これから日本の原発政策、原発をどんどん えー、シェアを増やしていく20%に近づけていくということにおいて小永原発2号機を動かすということが推進側彼らにとって大変大きな意味を持っているというのは、えー、お分かりいただけたんじゃないかなというふうに思いますで、さて、えー、小永原発の危険性の話に入っていこうと思います、えー、まず私が申し上げたいのは一つ目小永原発は巨大震源域の縁に立つ被災原発だということです 3.11、えー、あの巨大地震が発生したとき、小名原原発は大事故まで紙一重だった、えー、津波の到達までわずかあと80センチ、生き残った外部電源は1系統のみ、いう間一髪の状態だったということをまず申し上げたいと思います。被災原発っていいうううのはそういう意味です。 え、これ小川原発ですね。これは東北電力のホームページですから、拾ってきたやつです。一号機、二号機、三号機というふうにあります。今、再稼働を目指して、あの、いるのは二号機です。えー、はい。で、この地図を見ていただいて。えー、この右側海の中にある赤い丸、これは何でしょうか。お分かりだという思いますけども。これが三点一一。えー、あの巨大地震のし震源地です。 えー、オシカ半島の沖合約130キロ、深さは24キロでした、えー、ここから、えー、ス,タあのスタートでし,してですね、まあ、日本海溝に沿ってばーっとこう地割れが広がるというか、広がって,がっていくわけなんですけれども、えー、3月11日の14時46分、マグニチュード9、えー、震度6強というですね、 とんでもない巨大地震が東北、関東を襲ったわけです。最大震度は宮城県の栗原というところで記録された震度7です、えー。私ももちろん体験しましたけれども、本当にとんでもない揺れでした。<laughs> その時、尾長原発は大事故まで紙一重だったということであります。尾長の街を襲った津波は18メートル以上でした。 尾長のこの時の人口は約1万人弱だったんですけれども、えー、2400世帯が流され、そして死者・行方不明者は827人という、えー、一瞬にしてすべてを失うような大惨事、悲劇が起きました。一方、女川原発にはその時13メートルの津波が来ました尾長原発のの敷地の高さはももととメートルでした。 しかし、地震が来た瞬間に地盤沈下を起こして、1メートルドスンと沈んだんです。オシカ半島全体がドスンと1メートル沈んだというようなイメージです。従って、津波が来た瞬間には敷地の高さは13.8メートルになっていました。そこに13メートルの津波が来たんですから、あとわずか80センチ。紙一重の差で、小名原発はの敷地の上からはね、津波をかぶると。 いうことを免れたわけなんですねでちなみに福島第一原発にはこの時15メートルの津波には来ていたわけです。えー、なんで震源地により近い女川原発の方が津波が低かったのっていう感じがしますよね。あるいは女川の町中に来た津波よりも原発に来た津波は低かったのかっていう感じがしますけども、これはオシカ半島。 なんですけども、これが金嘉山なんですけどね、先っぽにあるこの島がね。で、原発ここです。あ、ごめんなさい。<laughs> はい、えー、原発赤い丸ですね。で、えっ、ー、と津波はあのだいたいイメージ的にはこの右側から東側から襲ってきたわけですね。で、そうすると原発の東側にあのこういう半島がありますよね。半島の中のちっちゃな半島。 より磯浜っていうんですよ、り磯っていうところなんですけどね、これが、まあ、天然自然の防波堤になったっていうか、有名があったというふうにあの言,うあの言われています。で原発が立っているあのリアス式海岸ですから、こう入り組んだ入り江になってるんですけど、入り江は東に向かって開いてんじゃなくて、北に向かって開いてるんですよね。あの北東に向かってあの原発が立っている湾っていうのがあるんですよ。ですから ちょっと無機的に原発あ津波が直撃って感じじゃなかったんです。でそれと比べて、女川の町は、うん、とここなんですけど、ここは真東に向かって空いてるんですね、湾がねえ。ですので、女川の町にはものすごい高い津波が来た、えー、原発にはそれよりちょっと低い津波が来たということになったというふうにあの言われています。えー、そして、その時、小女川原発の外部電源は、 全部で5系統あったのですが、4系統がダウンしました。えー、送電線が、えー、切れたり倒れたりしたんですね。で、かろうじて1系統だけ生き残って、えー、そのおかげで、魚川原発は外部電源喪失にならずに済んだんです。で、実はですね、えー、その後四4.7地震っていうのもありまして、4月7日に、2011年の4月7日ですよ。えー、われわれみんな体験したんですけども、 よしとんでもない巨大余震が来たんです震度5強だっけな、うんえー、もう余震というふうに言えないようなとんでもない余震が来たんですけれどもで、その時も、小名原発は4系統立ち上がってた電源のうちの、えー、3系統がダウンして、1系統だけ稼働して生き残ったんですね。で、3.11で生き残った1系統と7、4.7で生き残った1系統というのは別な系統だったんです。 何が言いたいかというと、どっちもたまたまだったということです。ラッキーだったということです。えー、この幸運に救われて小永原発は外部電源喪失に至らずに済んだということであります。1号機の中では火災が発生しました。小永原発の署員は119番通報したそうです。あの消防車を呼んだそうです。でところがこの時小永原発は陸の孤島と化していました。 えー、小野原発に至るあらゆる道は道路の崩落ですとか土砂崩れですとかで道路は寸断されていました。えー、小野原発は陸の孤島と化していたので消防車は来れなかった。なので、えー、小野原発の所員は、えー、粉末消火器で必死で消火活動したというふうな言われています。2号機の地下には海水が浸水して地下室の 熱交換器です。とかポンプです。とか、重要な機器類が水没するという大きな被害を受けました。先ほど私、小永原発は津波にかぶらなかったよって言ったんですが、じゃあこの海水はどっから来たかと言いますと、原発っていうのは冷却水として海水を取り入れるために海に向かって取水口が空いてるんですね。取水口が空いてるんです。その取水口から津波が遡上したわけです。で、地下水あ地下室に至って。 浸水したとということであります、えー、その他さまざまなトラブル、故障、不具合、数知れず、駒川原発で起きました、例えば格納容器の上にあって、えー、燃料の出し入れをするための天井クレーン、ありますよね、あれが損傷した、あるいはタービン建屋のタービンの羽がガチャガチャになったというです、ね、原発の核心部分、えー、中枢部分の重要な設備、機器類も含めて、多大なる損傷を受けた。 わけです最終的に600か所以上の不具合があったということを東北電力はホームページで公表せざるを得ませんでした。ここれがが原原発発被災原発だと言っていることの意味ですにもかかわらず東北電力は小永原発2号機を再稼働させるという計画を立てまして2013年の暮れの話ですけれども。 原子力規制委員会に適合性審査の、新規制基準への適合性審査の申請をしたわけですね、再稼働させるためにね。で、ところが、その審査の中でさらに重大な問題が発覚しました。それは、女川2号機の原子炉建屋の壁に、実に1130箇所ものひび割れが起きている、ひびが入っているということが分かったんですね。 これがその新聞記事です。小名原発建屋ひび1130箇所、上部の合成7割減。これがその新聞記事に載った図ですけれども、これは原子炉建屋の模式図ですね。で、一番上の3階部分、えー、建屋上部の部分に734箇所もの、えー、ひび割れが入っていて、そのために合成が7割低下した。っていうのは えー、簡単に言うと、硬さです、変形のしづらさです、それが7割低下したと言うんですよ、7割になったんじゃないです、7割低下したんだから、残り3割しかないんですよ。にもかかわらず、東北電力の社長は問題ないと、安全性に問題ないと、十分な耐震性を確保しているんだというふうに言い張りました、えー。とんでもないなというふうに思うんですけどもね。 えー、これはさすが、ね、に原子力規制委員会も困ったというふうに思います、こんな被災原発を審査したことはない、果たして、えー、ひび割れが1130か所も入っていて、合成が7割下して低下したと言っている原発を合格させていいのかということで、かなり議論になりました、えー、これは結局、最後には合格させたいという記事なんですけどね。 申請から実に6年という異例の長期審査になったんです、小ナガニは、うん。これ、異例の長期審査です、えー。安全性に疑問が根強くあの呈されたということで、えー、ちょっと見づらいですが、この赤線引っ張ったところ、冒頭の,あのところに書いてあるんですけども、まあ、この時はは更田委員長ですね、更田委員長は定例記者会見で、う総括した、小永にニは大きな自然災害を受けただけに慎重に審査したと。 えー、176回を数えた審査には終始、被災原発だという事実がつきまとったというふうに書かれています。その通りなんです。しかし、2年近く、えー、このひび割れ大丈夫かという問題の議論に、えー、2年近くも費やした上で、それでもやっぱり最後の最後は合格を出してしまう。えー、原子力規制委員会は、えー、合格 合格させるまで審査してくれるっていうあの素晴らしい試験官だったんですけど、まあ、この度び鶴が陽気でね、さすがにあれだけはなあのどうしても合格させる理屈が、理由が見つけられなかったんですよね、初めて合格になりそうな感じですけれども、女、うん、長陽気はこれは、えー、最後は合格ということになってしまいました。うん、さらに申し上げたいのはですね。 えーまあ、以上の経過にも関連することなんですけども、女、え、川、ー、原発は、えー、巨,大巨大震源域、つまりプレート境界の縁に立っている、立地しているということです、そして過去3度も想定を上回る地震動に見舞われてきた、でその都度基準地震動を上回る揺れに見舞われたもんだから、その都度基準地震,地震動を引き上げるということをやってきた原発だ。 いうことなんですね。で、その末現在の基準地震動は1000ガルだという話になっています。しかし本当にその1000ガルに耐えられるのかという重大な問題がある。さらには1000ガルを超える地震が小鷲原発の敷地には来ないと言い切れるのかという大きな問題もあるというふうに考えています。まあ、これは皆さんえーとまああの昔あの学校でも習ったはずのあの図なんですけれども。 えー、日本というのは、えー、この下のところにあるように、えー、太平洋プレート、あるいはフィリピン海プレートっていう海洋プレートが、ユーラシアプレート、北アメリカプレートっていう大陸プレートの下に沈み込む、えー、この縁に立っているわけですね。えー、日本列島っていうのは、あの本当にわずかな、世界から見ればわずかな陸地しかありませんけれども、そのわずかな陸地で、 えー、世界の地震の1割以上が起きているというふうに言われているわけですよね、日本列島っていうのはね。でそれはなぜかというと、この4つものおプレートがですね、しめき合っている。こんな場所は地球上でここしかないと言われているわけです。で、地震が起こるメカニズムというのはいろいろあるんですけれども、えー、東日本大震災,災3.11は、この太平洋プレートが、 えー、マントルの対流によって、ユーラシアプレート、北アメリカプレートの下に沈み込もうとしている、年 8, 8センチ動くんだそうですね。それによって歪みが生じる、ね、でユーラシアプレートあの、北アメリカプレートか、北アメリカプレートがずっとアメリカあ、えー、太平洋プレートに引きずり込まれて沈むんですね。で、それで、その歪みの力に耐えられなくなって、弾けるわけです、バーンと。その弾ける力が巨大な地震になると。 えー、このメカニズムによって、このあ、ごめんなさい、日本海溝のところによって、1000、まあ、年に1回というふうに言われましたけど、1000、まあ、年に1回は本当かどうか知りませんけれども、えー、巨大地震が起きていたわけですね。同じように、こっちの西日本の方にも同じようなメカニズムがあります。えー、ここで沈み込んでいるわけですね。この沈み込むこの縁が、これが南海トラフです。南海トラフ地震、必ず来ますね、ですからね。いうことです。 えー、ですから、女川 <laughs> 原発っていうのは、この、えー、縁に立ってますから、巨大地震に見舞われることは宿命です。それが故に、過去3度も想定を起こす地震に見舞われてきました。女川 <laughs> 原発の基準地震動、基準津波の策定の推移です。実は,です、ね小永は 原発っていうのは、まあ、1970年代に設計され、80年代に建設されたというですね、まあ、非常に古い方の BWR マーク1という方なんですね、えー。先ほど申し上げた、ジェネラルエルトリック GE が開発したあの沸騰性型、えー、BWR のマーク1というのは、1号機、初号機っていうんですね。 あのテスト機をそのまま営業用に使っちゃったみたいな感じの,あの原発でして、非常にこう、えー、仕組みが簡単というかねあの、そういう原発なんですけどねで、その当時はまだまだ地震に対する知見が乏しかったわけです。えー、ですので、信じられないことなんですけども、最初の設計建設時には基準地震度375ガルだったんですよ。信じられないぐらい低いですよね。 うん、でところが、えー、宮城県沖地震が2005年に来まして、それを超える地震動を女川原発で記録してしまうんですで。これで東北電力は慌てまして、小川原発にいろいろな具材をくっつけて、耐震補強工事をやりまして、580ガルまで耐えられるようにしましたということにして、基準地震動を580ガルに引き上げたんですね。でこれでよしと これで大丈夫ですっていう,うに、東北電力は言ったところに、今度は3.11の巨大地震が襲ったわけです。またまた580ガルを超える地震動を、オノア原発で記録してしまいました。で、今回の適合性審査で、東北電力は、さらにさらにいろんな具材、具材をくっつけて、耐震補強して、今度は1000ガルまで耐えられるようにしましたという話にして、この審査を通したんですよ。 だけど皆さん、そもそも建設、え設計建設時に375ガルだった建物を、いろいろ後から耐震補強の具材をくっつけたからといって、千ガルまで耐えられるようにできるのかという重大な問題があります。えー、ちなみに、あの下の表を見てもらうと分かるており、最初の設計時は津波の高さ3メートルっていうふうに想定してたんですよ。これも信じられないでしょ。それぐらいね 何も分かかっってなかったんですよ、うんえー、さらにもう一つ申し上げたいのは、千、えーまあ、ルまで耐えられると特に、特電力が言っていると。だとしても、小永原発の敷地に千ル以上の地震が来ない保障がどこにあるという話です。これは過去20年間、2000年、まあ、今世紀に入ってからって言いますかね、日本列島の各地で起こった地震のガル数です。 ガルっていうのは地震の加速度、地震の勢いの強さですよね。え実にですね、これ見ていただいてわかる通り、日本列島各地で1000ガルを超える地震っていう、なんていうのはザラに来ているんです。ザラに来ている。2000ガルを超える地震も、まあ、ザラにというか、いくつか来ている。えー、この2515ガルっていうのは、新潟県中越地震です。そして これ、2933ガルっていうのは、これが東日本大震災です。そして過去、日本で記録された最大のガル数の地震っていうのは、ここに突出した4022ガルっていうとんでもないのがありますけど、これは実は岩手・宮城内陸地震なんですね。山が1つ崩落してなくなってしまったようなとんでもない地震だったんですけども、宮城県で記録してるんですよ、4000ガル。うんいう中で なんで小名原発の敷地だけは絶対に千賀以上の地震は来ませんというふうに東北電力は断言してるんですか何の根拠もないというふうに思います。これはあの皆さんもひょっとしたらじあの映画見られたり講演聞,聞いたことあるかもしれませんけどあの原発を止めた裁判官樋口秀明さんが提唱しておられる樋口論理論ですよね。うんえー、もう一つ、えー、小永原発の え際立った危険性、えー、これの理由ですけれども、それは、小長原発が古い沸騰水型原発であるということです。えー、事故を起こした福島第一原発は b w r マクワ1と言います、そして小長原発は b w r マクワ1の改良型っていうんですけども、まあ、改良っていうか、ちょっと格納容器を大きくしたわけなんですけどね。えー、基本設計は 地震に関する事件がはなはだ乏しい1970年代や80年代に行われました非常に旧式の原発ですえーし,えー、しかもですね小川原発2号機は1995年運転開始ですからまあ今年動いたとしてももう間もなくすぐに来年間、えー、30年を経過するということで後継年化対策が必要ないわゆる老朽原発の位置に入っていくっていうそういう原発でもあるんですね まあ実にですね、私よく例えるんですけれども、今、小野原発に容器を再稼働させるということは、70年代製、80年代製のビンテージカーに、13年ぶりにエンジンの木を回す、木を入れることに等しいと、もうそれだけでドキドキもんだと、えー、いうことだというふうに私は思っています。これが BWR ・フット水型です。えーこれがあ うんとそうですねこれが BWR 沸騰水型、これはあれですね、マ、あのーク1の形にあの近いですね、この模式図は、えー。フラスコ型っていうかね、これはマーク1で。もうちょっと、あのー、つ釣り金型見たくなったのが改良型なんですね。まあ、基本的に同じですか改良したっていうのは別に何か安全性を高めたわけじゃなくて、格納容器を大きくして作業性を良くした。 えー、いうことが改良なんだ、いうことなんだ、そうです。これは設計した人から聞いたことがあります、私は。えー、そして、これが加圧性型 P. W. R. です。これが B. W. R.。これが P. W. R. だというふうに言われると、まあ、細かい違いの説明は省きますけれども。なんか、同じくらいの大きさに見える、でしょ。で、模式図だけ見てると、そういう風に勘違いしちゃうんですけども。実はですね、格納容器の大きさが全然違うんです。全然違うんです。 b w r マークワ1の格納容器は極めて小さいんです。で、PWR 加圧水型の格納容器って大きいんです。その差10倍言われてます。まあ、今の新しい BWR は格納容器がもうちょっと大きくなってますから、10倍ってことはないんですけど、うん、マークワ1は極めて小さい。で、それが故に、b w r マークワ1っていうのは従来から格納容器の容積が小さすぎる。あ,あるいはその下にある、こう、 あのドーナツ状のプールがあるんですけどね、圧力抑制プールって言うんですけど、その水の量が少なすぎる、等々の脆弱性、過酷事故に対する弱さがあるんだっていう風に指摘され続けていたんですよ。で、実にですね、そのことは、メーカーであるジェネラルエルトリックの技術者が内部告発をしているんです。BWM−1 は脆弱すぎる、えー、私、今申し上げたことですね。 えーとこれが、まあ、BWR マーク1の模式図です,ですけれども、シ、え、ューズミ燃料プール、えー、があの外にあるということですね、一つはね、核、うん、の機の外にあると、まあ、これは福島原発事故で、ね、あの危機一発になりましたけどもね、まあ、今でも危機なんですけどね、まだ入ってますから、1号機、2号機は福島の1号機、2号機、まだ入ってますけどね。うん、で えー、格納容器の容積が小さすぎる、まあ、短時間で加圧する、要はあの入れ物が小さいということは中の圧が高まるのが早いということですね、多、う、重、ん、の話です、ね。さらに圧力抑制プールの水が少なすぎる、うんまあ、短時間で加温してしまう、えー、あるいは、えー、ドライウェルの,あの床面積が小さすぎる、えー、デブリが冷えない、あのあの落ちたときにね、メルトダウンするいうような脆弱性が指摘されていまして、 そういう指摘をね、えー、もう35年前に、メーカーであるジェネラル・リトリックの技術者が、えー、エンジニアが内部告発をしていた、これがロイター通信が配信した記事です。ジェネラル・リトリックの元社員が35年前、今回事故があった福島第一原発マーク1原子炉の安全性に対する懸念が理由で、同社を退社していたことが明らかになった。 えー、この社員はインタビューに応じて、マーク1原発について、大規模事故による,による負担に耐えうるように設計されていなかったというふうに指摘したと。えー、ですが、GE はこの内部告発をもみ消したわけです。そして、そのためにこの告発した社員を会社からパージしたわけですね。えー、まあ、退社したんだという話になってますけれども、要はパージです。 この事実はなかなか知られていません。なぜならば、自衛が必死でもみ消したからです。だけど、孫をかなき事実です。もう一つ、私が申し上げたいことは、女川原発、えー、再稼働。これはですね、古い沸騰性型原発、あの事故を起こした福島原発と同じ型なんですね。そもそも、事故を起こした福島原発の事故原因が究明されていないのに、 なんで同じ方の原発を動かしていいんですか？この疑問には誰も答えていないということを強調したいというのに思うんです。これはえっ、ー、と規制委員会の資料ですけれども、小川原発が何で発生し、あの事故がね。なんで起こったかという。あのシミュレーションあじゃないや。ストーリーですねえ。これはあの規制委員会規制庁が言ってるストーリーです。まず、丸1。地震によって外部電源が喪失した。 丸に津波によって内部電源、非常用電源がダウンしたと、ねで。そして右に行って、丸3ですね冷却できらなで、冷却不能に陥った、まあ、ステーションブラックアウトが起きて、冷却できなくなって、炉心が損傷した、えー、つまりはメルトダウンが起きて、えー、水素が発生して、えー、圧力容器、核の容器から、えー、水素が漏れて爆発したと、こういうストーリーですね。でなんですが、これが本当かと。 このストーリーの通りだったのかということは、実はよく分かっていない、疑問が呈されているということなんです。えー、特にですね、えー、津波以外、津波が来る前、まあ、地震が起こってから3、40分後に津波が来ますよね。その津波が来る前、地震の段階ですでに重大な損傷が起きていたんじゃないか。もう電源喪失、メルトダウンに至るような配管損傷が起きていたのではないかと。 いう可能性は否定しきれないということが一点あります。これは新潟県の技術委員会で議論されている内容です。あるいはあの起こった水素爆発の原因どこでどれだけの量の水素が発,発生してどういうふうに漏れてでどこで着火したかつまりどこで爆発したかということは未だに解明されていないんですね。 なんでこういう事故の細かなプロセス、細かなプロあのストーリーが解明されていないのに、すなわち厳密なしっかりした再発防止策が立てられていないのに、同じ型の原発動かしていいんですかっていう話ですよね。この疑問には誰も答えていないというふうにあの私は指摘したいと思います。この福島,島原発事故の細かいプロセスっていうのは、私はもしかしたら永遠に解明され ないいいいかもしれなないというのを持っていますなぜならば、なぜだというのもいますか現場検証ができないからですよね。現場検証したら死んじゃうからです、人は、うん。事故原因の解明っていうのは現場検証によって明らかになるわけです。ところが原発事故っていうのは現場検証ができません。したがって、本当の事故のプロセスっていうのは解明できない可能性があるなというのを思っています。ということは、 厳密な再発防止策は立てられないということなんだから、同じ型の BWR を動かしてはならないというふうに考えているわけです。えさて、ここからちょっと話が変わって、えっ、ー、と、えー、小名原発2号機というのは、えー、先ほどもちょっと触れましたけれども、実は、えー、2020年に、えー、規制委員会の、えー、適合性審査の合格、いわゆる合格です。 えー、原子炉設置変更許可っていうんですけど、それをあのもらいました、得ました、で同じ年のには、えー、地元自治体の,あのいわゆる地元同意、事前了解も取り付けているんですね、えー、私たちはあの,あの,散々あの反対抗議運動しました、反対運動しましたけれども、残念ながら我が宮城県の村井知事は、えー、早々と、もう3年前、4年前かに地元同意を出してしまっているんです。 にもかかわらず、この4年間、再稼働でき,できていないんですね。今までできていないんですよ。もう行政手続き、行政プロセスのハードルは何もないのに、4年間も再稼働,稼働できていない原発なんていうのはないです。非常に珍しいケースなんです。なぜなのかというと、肝心の電力側の安全対策工事が遅れに遅れたからです。できなかったからです。そのお粗末な状況について、皆さん、申し上げたいと思います。 まずですね、えー、これはですから、えっ、ー、と、2022年から3年ぐらいにかけて、この工事を一生懸命やっていたんですけれども、えー、先ほども話に出てきた、圧力抑制室、圧力抑制プールの耐震強度が足りないということが発覚したんですよ。これ、適合申請審査に合格してからですよ、これ、あのこういう話が出てきたのは。で、それがためにですね、 えー、この耐震補強工事をやるということになったんです。東京電力はやらざるを得ない事態に追い込まれたんですね。ねところが、こんな古い b w r マーク1の圧力抑制プールの耐震補強をするなんていう、また使うと、また動かすなんてことは、誰もやったことがない、えー、世界に類例のない、前例のない工事、えー、なんですよ。 これは東北電力自らそう言っています。私が今示しているのは東北電力の資料です。えー、右下に東北電力のマーク入ってますけどね。東北電力が上の囲みのところに言っているように、これまでに経験のない工事となることというふうに言ってるんです。従って東北電力は、この耐震補強工事をどうやってやればいいかという、工事後方の開発、工程の開発、 からやらなければならなかったんです。そのために、東北電力は何したかっていうと、実機模型を作ったんです。びっくりするでしょ実寸大の圧力抑制プールの模型を作ったんですね。それがここに映っている丸いやつです。なんか輪切りになってますけどあの、もちろん本物の圧力抑制プールはドーナツ状に全部つながっていて、こんな大きな開口部はないんですよ。ないんですよ。これは圧力抑制室の一部を 輪切りにした模型を作ったんです。同じ大きさのね。でここでどうやって耐震具材をくっつけていけばいいかとかね、どうやって溶接工事をやればいいかとかね、そういうことをですね、あの工事の工法の開発から始めて、ここでその作業員の訓練もやって、でえようやくですねこの工事に取り掛かったということだったんです。で本物の 圧力抑制室っていうのは、わずか直径1.5メートルの開口部が2箇所あるだけです。ここからですね、すべての足場ですとか、具材ですとか、そういったものを入れて、中で足場を組んで、右の写真にありますけど、中で足場を組んで、ここで、えー、過酷な溶接工事をやるということが延々続いたわけです。当然、この場所は放射線管理区域です。 したがって、防護服を着た作業になります。えー、非常に過酷な被爆労働がここで行われたと、えー、いうことなわけです。さらにですね、去年から今年にかけて行われたのは、えー、火災防護対策工事。えー、これはですね、えー、原発の中は電線がこう結構縦横無尽に走り回ってるわけですよね、電線がね。 その電線管を火災が起きたときに、電線管が切れないように守るという、そのためのラッピング工事です。耐、え、火、ー、ラッピング工事をやると。で、えー、私たちは実は、お長い大き再稼働をやるやると言ってましたから、この工事はとう、えー、に終わったんだろうというふうに思っていたんですが、えー、実は今頃になって、去年、一昨年去年かな、になって、この工事、ちゃんとできてない部分が実はありましたという話になって、東北電力は。 慌ててあのこの工事を始めて、ですねま,またさらに、えー、安全対策工事の完了、えー、そして再稼働が伸びるということになりました、でこれは実はですね関西電力の美浜原発だったと思うんですけど、こういうことをね、あの他の会社の原発で規制委員会が指摘したんですよ、でそれを東北電力が察知して、あやばいと、女川にも同じのが来ると、同じことを指摘されると言うんで、えー、これやんなきゃっていうんで、慌てて始めたと。 えいうのが実態でした、えー、非常にですね、えー、東北電力のまあ安全に対する意識が低いというか、えー、いうことを示している一つの例だというふうに私たちは思っています。でさて、なんだかんだあって、ようやく今年の5月27日だったのですが、女川原発は再稼,働、えー、再稼働に向けた安全対策工事が完了したということを発表しました。これがその 再稼働を完了したということを発表したときに、東北電力がホームページに掲げた、この後再稼働までこういう工程を踏んでいきますよという再稼働工程の概要という時間軸の図です。えー、安全対策工事が今年の5月に完了しましたよって6月はシーケンス訓練、あごめんなさい、シ、えーケンス訓練とか大規模損傷訓練とかやって、 7月、あの真ん中の緑色の横,線横棒ですね、燃料倉庫、いよいよ、えー、炉心にですね、圧力容器の中に核燃料を入れますよと、それを7月にやりますよと、でえー、8月の末から、えー、原子炉起動準備をやって、九、えー、月にだんだん、9月に入ったらだんだん制御棒を抜き始めて、原子炉を起動していきますよと。 で9月に再稼働しますよということをあのこの5月の時点に発表したんです、今年の5月ね。でところが、えー、この木さんはまたまた狂ってしまいました。また伸びたんです。えー、再稼働に向けて安全対策工事完了しましたって言いながら、実は、えー、まだやらなきゃならない工事がありましたということを、後になってこの次に発表すると、えー、いうことになりました。えー、これがその時の時 えー、地元紙、家屋新報の一面トップですけど、ついこの間です、7月19日の,あの一面トップにおりました、小野川再稼働、11月に延期、9月って言っていたのが11月に2か月延期になった、えー、その理由は何かというと、ここにある通り、見出しにある通り、仮設の建物を撤去するのに時間がかかるいうことになったんですね。どういういいことととか言いますと え実は、女、え、川、っと、原発があのいよいよ再稼働に向けて、さっきも、うん、ちょっと時間軸の中にあったシーケンス訓練とか、大規模損壊訓練というのをやらなきゃだめなんですけどね、再稼働する前にね、ていうか燃料送火の前にやらなきゃだめなんですけども、えー、その訓練をやるにあたって、まあ、規制庁が現場確認に来たんですね、点検,に検査に来たんです。そのえっに、その,時に、えーとそのえー、訓練をやるにあたって、あのポンプ車が、 えーとまあ、要はその、過国事故が起こったときに、原子炉の中に注水をするポンプ車が高台に止まってるんですけど、それが原子炉まで来るためのアクセスルート、通る道ですね、えー、そこにあの仮設のプレハブの倉庫とか休憩所が、休憩室が建ってたんですよ、立ってたんですね。それを規制庁の,あの検査官が見て、この建物、 地震の時に倒れたら、この道塞いじゃって、ダメなんじゃないのと指摘し,して、東北電力は、あっ,ってなったっていうことなんですよ。あまりにもお粗さな話だと我々は思うんですが、本当にそれだけの回なっていうのちょっと今思ってるんですけどね。これがですね、あのその仮設の建物です、プレハブです、これが、えー、過酷事故が起こったときに、えーそのえー ポンプ車が通る、ねえー、道端に立っていたこれそ,の、まあ、そういう過酷事故が起こるってことはよっぽど大きな地震や津波が来てるってことですよね当然こういう仮設のじ建物が一番危ないですよね倒れる可能性高いじゃないですかでところがそのまま立ってるこれ大丈夫なのって言われてえってなったっていうんですよねで特電力は慌ててこれを撤去する工事をこの6月から7月にかけてやっていた って言うんですよこのために盛大に9月再稼働っていう,うにパンパパカーンパンパカーンと発表したんですけどこれがさらに、えー、2か月伸びになって今現在は11月再稼働というふうに言っているっていうのは今現在です。これが、えー、その後、えー、特定に言うか出し直した再稼働工程表ですね。えー、さっき言ったいろんなことが全部2か月遅れ。 2ヶ月右にずれていて、11月、10月の末に、あえー、すいません、9月に燃料送火、そして10月の末に起動準備が始まって、11月の頭から、えー、原子炉が起動し始めて再稼働と、12月から営業運転開始と、これがです、ね、今、東北電力はあの言っている。 えー、再稼働工程になりますただ、これもね、まだまだ何が起こるかわからないというふうに我々は思っています。というのは、これが東北電力は再稼働工程表と一緒に発表したプレゼン資料なんですけども、ちょっと、あのーまあ、再稼働工程、再稼働に至る工程までの間に、どういう情報公開、どういう いろんなあの発信をして情報発信をしていきますかということの説明のための,あのプレゼン資料なんですけどね、その中にちょっとこうあの赤線で引っ,張ってや引っ張ってあるところを読んでください、見てください。読みますと、えー、長期の停止期間を経て状態が変化する設備があること、また、 新たに設置した設備があることから、さまざまな警報や不具合等が発生する可能性がありますっていうふうに、東北電力は自ら自白してるんですよ。これ、ありていに言えば、これから再稼働まで何が起こるか分かりません、何か起こったときにはお知らせしますからよろしくねって言ってるようなもんですよね。よろしくじゃないっつう、っていうふうに私は思います。 先ほど申し上げたように、実に13年ぶりに極めて古い方の BWR を動かすということは、それ自体が非常にリスキーなことです。このことを東京電力は自覚しています。私、東京電力と何遍かをやり取りしているんですけれども、まあいろんな面談、交渉しているんですけれども、東京電力の原子力部のお社員に、 どうですかと。ドキドキしませんかと聞いたことがあります。正直にドキドキしますと言ってました。彼らにとってもドキドキ者なんですよ。いうことがね、間もなく11月に行われようとしている。私たちは、このことを本当に許してはならないというふうに思います、えー。ちょうど私の話、1時間ぐらい経ちましたからあの、一旦ここで終わりにしようというふうに思いますけれども、今まで申し上げてきたように、 私は決して、えー、全国、全世界に安全な原発、再稼働させて良い原発があるとはもちろん思っていますし、持っていませんし、すべての原発を止めて廃炉にすべきだというふうに思っていますけれども、でもね、宇野原発の再稼働というのは、今まで申し上げてきた理由で、それらの今まで日本で行われてきた12基の再稼働とは、やはり段階を隠する意味がある。これまでで 最も危険な再稼働が今行われようとしているんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいしね、えー、私たち宮城県民は、えー、の安全安心にとってこれは重大な問題なんですけれども、私たち宮城県民のみならず、全国の市民にとって非常に大きなあの問題だと、長野原発再稼働は。ということを、ね、あの皆さんに、えー、ぜひお知らせしたいなと。 いうふうに思いまして、えー、今日お時間をいただいてお話しさせていただきました。えー、まあ一時間くらい喋って聞いてる皆さんもまあちょうどいいちょうどいい疲れ具合だというのを思いますので、一旦私の話はこれであの終わりにさせていただきます。えー、どうもご清聴ありがとうございました。あどうも田村さんどうもありがとうございました。えー、非常に、ね、あのなんか熱意を込めて。 えー、話してられるの非常に印象的でした。ありがとうございます。えー、っと、それでは、えー、っと、今8時3分ですので、じゃあまあ8時10分まで休憩というふうにしたいと思います。8時10分から再開ということで、えー、よろしくお願いします。えー、っと、はい、それでは、あの、8時10分になりましたので、 えー、学習会を再開したいいと思いますで次にお話しいただくのは、えー、日野正美さんなんですけれども、えー、と日野さんはですね労働組合活動から反原発運動に参加されています。で1970年代後半に、えー、女川漁協が漁業権を放棄して原発建設原発稼働に進む時期に現地での戦いや 裁判闘争を支援して事業者や町民とともに戦ってこられました。で2011年以降は県内の市民運動団体とともに女川原発再稼働を許さない戦いを続けてきたで2021年に東北電力を相手取って避難計画の実効性を争点に再稼働差し止め訴訟を 起こして係争中です。でえー、女川原発再稼働差し止め、訴訟原告団の、えー、事務局長を務めておられますそれでは日野さんよろしくお願いいたします。あ、皆さんこんばんは。あの、女川、はい、原発再稼働差し止め訴訟原告の日野と申します。よろしくお願いいたしますえー、今日はあのー？ こんな機会をいいただきまましてありがとうございます私たちは今あの、東北電力を相手に、えー、差し止め訴訟を、女、え、川、ー、原発2号機の差し止め訴訟を戦っております。えー、争点はですね、えー、避難計画の実効性の一点に絞った形で、えー、裁判を行っております。 えー、再稼働差し止め訴訟を21年5月28日に仙台、えー、地裁に提訴し,したわけなんですけれども、その前にですね、えー、私たちは再稼働同意差し、地元同意ですね、えー、宮城県知事、それから、えー、石巻市長の再稼働を 同意するなという差し止めの仮処分申し立てを行いました。で、当時の状況はですね、二千二十二年と以内のそのお長二号機の再稼働というふうなあの流れの中で、えー、あの。 原子力規制委員会が、えー、新規制基準の適合性の、まあ、いわゆる合格を出そう出すっていう流れがあのできつつある時期だったんですねでその中で私たちは宮城県の、えー、市民団体住民団体の皆さんともに再稼働を問う県民投票条例請求の運動を展開をして、えー、2か月で11万 1743室の署名を集めて、えー、県議会にその県民投票条例制定を求める活動を展開をしていたのですけれども、えー、これが仮にその今の情勢の中で、えー、決をされるそしたら次の戦いをどうするのっていうことでやはりその再稼働を止めるための 裁判も含めて、えー、準備をしようということで、石巻で、あの、女川原発の避難計画を考える会を発足させまして、えー、避難計画の問題点を洗い出し、まあ、私たち、あのー、市の作ったですね、避難計画をもとにですね、調査をして、自分たちの足で、 歩いて車で走ってそしてさまざまなその不備なところを見つけ出していくというあのことをやってきましたそれで、えー、内閣府や宮城県それから石巻市に対しては公、えー、文書開示請求を行いながらまた質問書とかを提出して そういったその回答を含めて、えー、情報開示請求の回答を受けた形で、その避難計画の問題点を整理をして、えー、再稼働に同意をするなというふうな、えー、差し止め、仮処分申請を19年の11月に行ったところです。で、えーまあ、県議会はご存じのりそり、その 県民投票条例を自公の反対で否決をしていくという流れの中で20年の2月26日に原子力規制委員会が新規制基準に適合するというふうなことを公表するという流れの中で20年そのその 年の7月にですね、仙台地裁は、えー、申し立てを棄却、それで、えー、構想広告をしたんですけれども、えー、その年の10月に広告を棄却をするというふうなことで、えー、この、えー、仮処分の広告、棄却を受けて、翌月に、えー、地元の宮城県知事、 石巻市長、女川町長が地元同意を表明をするという形で、その地元の先ほど、たたらさんからお話もありましたけれども、えー、行政手続きがここでまあ終わっていくっていうんですかね。そういったその流れの中にあって、 えー、21年に3月,の3月18日に水戸地裁判決が出されるということで、えー、5月の28日に私たちが東部電力相手に、えー、運転差し止めの訴訟を起こすというふうなあ形の背景がございました、えー、それでですねちょっと一つ進みますけれども、えー、仮処分申し立て、えー、却下の理由というのは えーまあ、住民側にその放射性物質放出事故が発生する具体的件性について、えーえー、住民側に説明責任があるんだと。で、私たちはその、えー、こういった放射性物質放出事故が発生するの、発生するのだ,発生するんだから避難計画があるんだろうと。 いうことで私たちはそ,のそういった発生す,、えー、する具体的危険性についてそう,そういうのはその住民が説明するべきものではないんだと実際そ,のそういったあことが危険性があるからあの避難計画があるんでしょうという形の主張をしてきたんですけれども、えー、裁判所は、えー、そういった責任があるんだと、まあ、これはあの東北電力と裁判をやって一審の判決もそういった えー、中身で棄却をされるわけなんですけれども一貫してそ,の、えー、そういったあ中身でありました2審に関しては、まあ、この住民側の説明責任は追及はされませんでしたけれども、えー、地元同意いわゆる理解の表明とか自然了解というのは東北電力の行為と同一するものではないんだとあの私たちはその地元同意があって えー、あの原発を再稼働できるんだというふうなことで、えー、リクレをしていたんですけれども、裁判所はあの一体のものではないと、同一のものでないんだということで、えー、あくまでも東北電力が、女川原発2号炉の再稼働することを直接の原因として、 原因ととして生ずる危険なんだとあの私たちがその被災あの人権侵害を受けるのはですね、その東北電力が2号機を再稼働することを直接の原因とする、えー、危険であって、報告人、いわゆる住民らがです、ね、再稼働を止めるあ求めるあ、差し止めを求める宮城県や石巻市の行為を直接,の直接の原因として生ずる危険ではないんだということで、 えー、そ,うそういうふうなその判断を、えー、裁判所高、高等裁判所が提起してきたので、えー、私たちはこの21年の5月28日に、東北電力を相手に運転差し止め訴訟を提供したと、起こしたということであります。で先ほども申しましたけれども、すみません。えー 私たちの女川訴訟のその特徴というのは、あの、あ避難計画そのものを争点に絞った裁判であります。で、真相防護第5層、いわゆる放射性物質の大規模な放出による人的被害の防止ということで作られている避難計画に焦点を絞ったと。 いうことで、えー先も、先ほども話しましたけども、再稼働が迫る、まあえー、規制委員会が合格を出して、えー、地元同意がされるということも含めて、えー、再稼働が迫る,迫る中で、短期決戦をするためにはあどうするかということで、えー、この、えー、新総合大第護護送の避難計画にの一点に絞った形のお裁判を起こしたわけです。で <laughs> あすいません えー、いわゆるあのこれまでの裁判はですね、えー、専門的知識が求められる原子炉の安全性を争点に女川、まあ、もうあの81年から 2000, 2000年まで、えー、運転建設差し止め運転差し止めのお裁判闘争を20年戦ってきたわけなんですけれどもそこでも。 安全性論争というのが展開をされてきましたで、えー、そういったことも含めて、えー、短期決戦で、えー、やるということも含めた、あのー、今回の戦いっていうのはあくまでも住民の目線から生活の目線からそのこの避難計画を問題にして裁判をするというふうな形で、えー、立ててきました。でえー、先ほどどもも申しましまたけれども えー、各この避難計画を作ったと,ところに、公文書開示請求とか質問書を提出して、えれ、ー、わの足で歩いて得たその情報をもとに、えー、この避難計画をの不備をつくというふうな、えー、形で裁判を進めてきたところであります。で、うん これはあの内閣府が作った女川地域の,、えー、あの防災対策のものなんですけれども、えー、今 UPZ、UP PAZ 含めて18万8556人これは、えー、5年 1> の1年前の4月1日の現在の人数なんですけれども、こういった人たちがあの、まあ、対象になっているよということであります。<laughs> で、えー、PAZ が約、えー、1000人弱の948名、ゼ p z に18万,万7000人くらいの人がいますよということで、えーまあ、PAZ はご存知でしょうか 通り5キロ圏内で、えー、準 PAZ という地域がございまして、えー、避難する際に女川原発に向かわなければ、PAZ のゾーンの中を通らなければ避難できない、そういった地域、それから島しょ部ですね、そういったところを準 PAZ と称して、えー、ここも PAZ に準じた <laughs> 避難計画がつ作られているということであります。で、PAZ 内における避難体制ということで、これは内閣府の資料なんですけれども、えーまあ、閉会自体、えー、施設、敷地緊急事態全面緊急事態というふうな段階で準備を進めて、えー、全面き、えー、緊急事態になれば、 えー、避難指示が出されるということで、PAZ はその、まあ、避難計画の中ではですね、えー、PAZ の PAZ 内の住民、準、まあ、PAZ もそうなんですけれども、えー、放射性物質が施設外に放出する前に避難をするということに計画ではなっていますので、えー この緊急事態になって、全面緊急事態になった時点で、えー、自家用車で避難をする。で、えー、自家用車がなく、さらには、その、えー、要支援、支援が必要な方々に関しては、一時集合所に集まってもらって、えー、宮城県が提案したバスで避難をするというふうな手順になっております。で、<laughs> まあ、あのー、 PAZ の場、PAZ の住民は、えー、放射性物質が放出しない前に避難をするので、ここで避難受付ステーションで、えー、避難場所を指定してもらって避難先へ向かうということなんですけれども、まあ、バスで避難する人も同じですね。しかし、 UPZ の住民は、えー、放出した後に避難をするということで、えー、一時移転等というふうな形で、避難という言葉が使われておりません。一時移転ということで、えー、放出が始まったら、えー、屋内退避をするおお、屋内退避をして、 えー、避難指示が出たら、えー、まあ、自家用車で避難する人は、まあ、自家用車で避難する。それから、えー、先ほどお話しした、その、車を持ってない方とか、えー、要支援者等は、一時、死亡後場所に集まって、えー、バスで移動するということなんですけれども、えー、この、UPZ の場合は、 あの放射性物質が放出して、それが過ぎ去ってから避難するという計画になってますので、待機時避難待機時検査場所というものがを必ず通過しなければならない、でここで車両の点検とか、えー、簡易除染の実施をして、えー、ここで、えー、要素材とそれから通行所ですね、被ばくが、まあ、レベル以下だと、基準値以下だということで、 いったその証明書、通行書をもらって、えー、次の避難所、受付ステーションに向かうと。で、そこで避難先を指定してもらって、えー、避難先に向かうという、えー、流れになっています。で、私たちはこの避難計画について、いや、 本当に避難できるんですかということで、いろいろ分析、研究をしまして、あのこの裁判の中で九つ、実効性がかける9つの理由を、おそのお裁判の中で、えー、主張しております。で、一つは、えー、交通渋滞で30キロ圏内を脱出できない、で避,難えー、避難所にもたどり着けないということ。 でえー、避難先ほど、えー、話し,した待機避難待機時検査場所が、うんえー、渋滞等で解説ができないということこれを大きな、えー、争点の論,論点の一つにしております。それから二つ目として、えー、複合災害の時 えー、受け入れ先に拒否された場合の二次避難指定があ二次避難場所が指定されない計画になっ,計画になっている。であのー、先ほども渡田さんのお話でもありましたけれども、あのー、3.11の時も,もそうなんですが、えー、地震津波そして、まあ、原発災害というふうな複合災害が生じた場合あのー この避難計画は、えー、避,難避難元、まあ、我々の住んでいる、いわゆる UPZ の避難元のところは、その県内の24市町村の304避難所に避難をするということになってるんですね。で、受け入れ先が、あの 当然、複合災害で、まあ、地震とか地震等で、えー、受け入れができなくなっている可能性は必ず生,じ生ずる問題だと思うんですね。そういった場合はどうするんだというふうな質問を宮城県に投げたらそれは責任を持って宮城県が準備しますと。じゃあその二次避難場所というのはどこであの聞いて聞けるんですか っていうふうな質問をし,したところ、受付ステーションまで来てもらわざるを得ないというふうな回答をしてるんですね。ということは、さき先のと,さきのところに戻りますけれども <coughs>、ここで受付ステーションで、例えば宮城県内の437箇所の1箇所を指定してもらおうとしたんだけれども、ここであの複合災害で、 うちでは受けられませんと仙台市では受けられませんというふうに仮になった場合ですねあの宮城県がそ,そこでその別な場所の避難先を指定するっていうふうなことを言ってるんですけどそんなのできっこないでしょっていうことで私たちはあの批判はしてるんですけれどもですので複合災害に全く想定してない計画になっているってことが第2点目であります。 で3点目としてバスの確保と手配ができないということで、宮城県とバス協会でバス,バスの確保の責任が曖昧であるということがはっきりしました。これは私たちが宮城県と宮城県バス協会にそれぞれ質問書を出したんですね。そうしたら宮城県はバスを手配するのはバス協会の,あの責任だと。で、バス協会はバス協会で、いや、我々は バス協会を紹介するが最終的に責任を持ってバスを確保するのは宮城県でしょうということでここで責任のなせり合いが行われているというのが実態でありまして本当にそのバスの総数も含めてしっかり把握されていないというのが現状であります。そそれかからら運運転転手手のの確保いわわゆるる被ををを前提ににしたその一時集合場所に運転手を派遣をすすけですから そういっった運転手がしかかり確保できるのかとそれから能登、まあ、半島地震でも明らかになったとおり運転時間も含めて本当に行けるのかどうか運転手の安全性の問題ですねそういったところもあの運転まあ今回2024年問題であのトラックの運転手等の,その時間の問題もありますけれどもその、えー バスの運転手とかそういった運転手の時間というのはかなりあの労働基準法でしっかりあの規定されていますのでそういったことも含めてそういった交流が全くされていないというのが明らかになりました。それから、えー、バスの添乗員これは避難元の職員が必ずそのバスに1人かあの乗るということになっておりますのでそういったその確保ができるのかというふうな質問に対しても、えー ただこの担当がこの地域に行くっていうだけで、どの職員がどういうふうに行くのかということについても全く示されていないというふうな中身でありました。で、それから、まあ、病院、入院患者、入居、えー、障害施設の入居者の避難の問題、それからです、ねえー、市の行政機能の移転、いわゆる、えー、代替施設が確保されていない。 これはですね、まあ、あの災害対策拠点ということで石、石巻市は石巻市にその業績のを持たせていますけれども、3.11の,の津波の際ですね、石巻市の市役所も津波にあって、まあ、機能が、業績のがまあ失われる状態だったということで、そういった事態になったとき、 大体の,その施設があるのかということを私たちは追及したところ、それもその準備も全くないという,のいうふうな状態でありました。で、それからオフサイトセンターが本当に機能するのかということ、それから、えー、安定要素材の緊急配,配布ができないんではないのかと。 いうこ,とこれは PAZ はです、ね、事前に配布されてますけれども UPZ は先,もの先ほど述べましたけれども避難待機時検査場所で、えー、配布するということになってますのですでにその被爆前提の避難計画に基づいて、えー、プルームが通過した後その UPZ の住民は避難することになってますので、すでにその時点ではもう、要素材を服用しても間に合わないというような状態なわけですよね。そういったことも含めて、これでは話にならないんじゃないかというふうな主張をしております。それから8番目として、えー、地域原子力防災協議会が 避難結果の実効性を調査確認していないということ、それから、えー、屋内退避で被爆リスクを負うというふうな中身のこの9つの理由にしてですね、裁判を進めてまいりました。で、今述べたことがこの1から、えー、6番、7番、8番、9番と。えー ここに記載しておりますで特にですね、ちょっと戻りますけれども、えー、バスの、あごめんなさい、えー、交通事態で30キロ圏の脱出,出できず、避難所にもたどり着けないというところなんですけれども、これはあの20 2020年の3月に、えー、宮城県が阻害要因調査というふうな えー、避難時間のシミュレーションを行ったんですね。で、それで、えー、シミュレーションしたところ、えー、避難所までたどり着くのに、えー、3日から5.3日かかると。いうことで、えー、これでは、その、もう、結局は避難できないんじゃないかということで、えー、 ありましたしあの、えー、待機時避難避難,避難検査所ですね検査所があの、まあ、あの避難計画では PAZ は先ほども言いましたけど PAZ の住民が避難した後にですね えー、UPZ の住民は屋内退避をして、えー、その PAZ の人たちが対あの避難した後に、えー、UPZ の住民が対あの避難をするというふうな形の段階的避難ということをお避難計画では言ってまして、えー、裁判の中でもですね東北電力はその段階,段階的避難なのだから。 その渋滞は起きないとか、それから私たちは、あの、この検査場所が渋滞で解説できないんじゃないかと。で、えー、検査場所の中には、さまざまなその、えー、車の放射線を測定する、えー、ゲートや、えー、あとはその、 県の職員東北電力の社員が600名動員されるということになっていますけれどもその600名のどう人たちが本当にその駆けつけられるのかどうかというふうなことも含めてもう一斉あの段階的避難だから渋滞はしないっていう,いうふうにあの県も東北電力も言ってるんですけれどもあのもう皆さん住民の皆さんは それにかかわらずその原発事故が発生したとなればもう一斉に避難するだろうということも含めて、えーあのけえー、検査場所が開設できないということを私たちは主張しておりますで。あとはバスの過去の手配ができないというところなんですけれども先ほど述べたようにこのような形でその運転手の労働時間というのは ちっと厳しく規制をされてるんですねそういったことも含めて運転手の休憩時間とか拘束時間が守られないということも含めてバスの確保というのはもう基本的にできないでな,ないのかということで今私たち控訴審でやってるんですけれども裁判の後半の中で、えー、今言ったそのバスの確保と手配ができないこととあとは、えー、待機時、えー、検査場所の開設ができないということの2点に えー、論点を絞ってですね、今あの裁判を進めています。で、<laughs> えー、これはあの、えー、7月17日の最後のあの口頭弁論の中で私たちのあの弁護団のお一人があの。 最終意見陳述を述べた時の資料なんですけれども今まで話した通りですね私たちは、まあ、UPZ に移住するあの居住する石巻市民、えー、が原告になっておりますで今16名で裁判をやってるんですけれども、えー、私たちも含めて UPZ に住んでいる石巻市民は えー、空間線量が国の基準を超えるまで避難することが認められないというふうな、あのー、計画になってるんですね。いわゆるその段階的避難で、えー、PAZ はもうあの避難するんだけれども PAZ の住民は避難するんだけれども UPZ はその空間線量が上がるまでいわゆる OIL2 ですかね20マイクロ シーベルトに達しない限りそり避難は一時点はでき,なしなできないんだというふうな中身の避難計画になっているとこれ,これは本当にその避難計画の実効性の欠如の一つだということを裁判,あの裁判の中でえ弁護士の,の陳述がありました。で、えー、何回も出てきますけどもこの待機実 えー、検査場所これがあ、まあ、処理能力が低,い低く全車両を検査するのに少なくても数日、十日はかかるということだしそも,、あのー、そもそもその、えー、検査場所周辺で大渋滞が起きて、えー、要因先ほども言いましたけど要因や資材が運べず解説できないと。 で、30キロ圏,圏内から脱出ができないということを主張して、えー、います。で、えー、2つ目の大きな問題として、えー、バスの確保の問題です。で、必要な台数を今でも把握してないし、事業者に協力要請が行われていないということ、それから、 運転手の高速時間、先からも何回も言ってますけれども、えー、事業あの、高速時間内に事業者が事業所に戻れないこと、それから、えー、避難元の添乗員を確保していないこと、えー、そういったことを含めてですね、バスの、えー、確保ができないということを私たちは主張してきております。で、これは、あの、 女川、えー、の場合、女川原発が事故を起こせばですね東,あの東風があ吹いて、えー、我々がの住んでいる地域が線量が上がる、であの避難計画では東側が海ですから逃げる場所は北か北西か西しかないんですね。でえー、当然に 東風が吹けば、えー、西があ風下になるということで、えー、もう完全に被爆せざるを得ないということで今の避難計画は被爆計画であってない方がましだというふうな主張をですね、えー、最終の口頭弁論の中で。えー 我が弁護団のの方からの意見陳述を行ったところであります、えー、それでですね、えー、東北電力は私たちの主張に対して、えー、事故が発生する危険性について、原告側が立証すべきであると、これはあの仮処分の時と同じ主張ですけれども、そういった形で立証しろと、事故が起こるような危険性が。 説明,で説明してみろというふうな言い方をしています。で、新層防護第5層に不備があっても、それによって住民に放射性被害が及ぶわけではないと。いわゆる避難計画が不備であっても、あのなそういった被害が及ぶことはないんだというふうなことですね。それから、福島あ東、東海第二原発の再稼働を差し止めた水戸,裁裁判あ水戸地裁判決は矛盾していると。 いうふうなことを平気で指しておりますで緊,、えー、そか緊急時モニタリング測定の結果から対象地域をそあの特定して、えー、段階的に移転、一時移転をする,するので UPZ が一斉に避難することを前提とした原告の主張は誤りだと。で私たちはその段階的避難もあの一斉避難も 同じだと同じようになっちゃうよということを主張してるんですけれども、その、我々、我々のその主張に対してこういった形で段階的避難だからそういうふうな事態にはならないんだということを言ってます。で、あの、えー、待機時避難場所、待機時検査場所ですか、について、えー、緊急時のモニタリング測定の結果から、 あの検査場所の設定というのは、今18箇所、あの県内に30キロ県内の、まあ、出口付近というんですかね、30キロあの、原発から30キロあたりにその検査場所が設置をされているんですけれども、今18箇所、プラス予備として3箇所で21箇所あるんですね。それのうちの、えー、18箇所のううちち箇所モニタリングを測定して あの、放射性、被爆のしない地,地域を選定して、検査場所を開設するっていうふうな言い方をしてるんですね。ですので、その被爆しないんだということにつながっていくとは思うんですけれども、そういった形で、えー、被爆し,しないところを選定することによって、今度はそこがにあの人が集中するってい,いうことで、あの逆に、 検査場所が解説できなくなっちゃうということを、という、私たちの主張に対してその矛盾をするような、あの、主張をしているということであります。で、あとはその避難計画は、えー、具体的、地域原子力防災協議会が具体的合理的で認めて、えー、原子力防災会議で了承されている、されていると、国の住みつきをもらったんだというふうな主張ですね。そういったことを、 えー、繰りり返し述べておりますあとは、まあ、この辺はあの先ほども言ったところなんですけれども、えー、避難結果の策定がです、ね、自治体に、えー、法律で決め付けられたのは福島第一原発事故を,を経験して、えー、放射性物質を放出する大事故を起こることを前提に前、えー、住民の 命健康を、ま、守るためにこの避難計画の策定が義務付けられたということはその文字通り立法を事実としてあるわけですよね。でそれをその電力事業者が全く理解していないというのがこの答弁でも反論でも明らかだというふうに思います。でそういったそういったあの論戦を一審の中で展開していく中で。 えー、昨年の5月24日に仙台地裁は、えー、判決を出すんですけれども、これは門前払いでした。いわゆる、あのー、電力会社の主張する、えー、事故が発生する具体的危険性について、えー、原告側が主張立証していないと。なので、その請求を棄却するという中身で、えー、私たちは先ほどから述べてましたけれども、避難時にバスの確保できない。 それからその交通渋滞で検査場所すら開設できない、えー、受付ステーションも大渋滞で長期間止めら,置けら置かれて被爆するということを具体的に立証してきたんですけれども、裁判所がそこに踏み込まずにです、ねえー、原告側の主張をし退けるには、この理由しかなかったというふうな判決だったというふうに私たちは総括をしております。 でえー、6月の5日に仙台交渉へ、えー、したわけなんですけれども、えー、大体、まあ、一つの交渉理由としては、えー、一審判決の、まあ、取り消し当然ですけれどもそれから、えー、いわゆる門前払いされたその原告側が大事故発生の危険性を主張立証しない限り 避難計画の不要と判断する必要がないというふうに、先、あ、代、のー、地裁は言い切ったんですね。で、これの誤りに対して、えー、このような主張、あのー、を申し添えて、えー、構想をしたところであります。で、まあ、一つは、事故が起こる主張、市長立証は不可能だと。こ,のこれを 視聴を立証するということは、地震や津波を予想することと同じだということで、そんなの不可能でしょうということで、私たちはこれをに対してはそういった形で反論しておりますし、えー、福島事故以降、真相防護の原則を徹底することが定められているんだと、で、第5層の否定は国際基準の否定でもあり、真、え、相、ー、防護の一層から5相のいずれかが欠けていることを証明できれば十分だと。 いうことを主張しております。で、これはですね、あの、オシカ半島の一番先のところに、あの、アユカワという、まあ、クジラの、あの、昔攻撃地、小今も、まあ、本営をやってるんですけれども、そこに、アユカワのところにある、オシカシン、シ精神園っていう、あの、 介護施設があるんですけれども、ここにこういった車が止まってるんですね、原子力災害時、避難支援車両、提供東北電力こ、これを見ただけでも、この主張が本当にあの、そういったその避難計画を無視した、ね、あのしあのことだというのがわかるだろうというふうに思います。 でこういった私たちの主張に対して東北電力は相変わらずその構想棄却原判決は正当だと一審判決は正当だとで人間権に基づく請求はあ原告側に立証責任があるんだというふうなあ収集、まあ、これまでの,あの主張を繰り返すだけでありました。 で、控訴審が始まり,あ審がはま,りまして、えー、第1回目の口頭弁論のときですね、裁判長があじ避難計画の実効性について審理するというあの主張あの考えを示しました。で、福島原発事故後、IAEA、e、の真相防護の徹底を求め,求められていると。で、 えー、第5層が明らかに欠けているなら1層,層1層から4層に関係なく一定地域の住民への、えー、人格権侵害が認められる余地があるんだということを第1番目に述べましてそれでその2番目として本件避難計画について控訴、えーうん、人らは、えー、原子力防災会議の具体的合理的と確認了承されていることを踏まえて えー、裁判所としては審理対象は避難計画の実効性について原子力災害対策指針に照らして監視がたい籠、えー、があるかどうかを判断することになると。ですのでそのどういうところがその避難計画の不備なのかあの原,子力災害原子力防災会議でのところについてきちっと判断す 整理した形であの示せということで私たちはしっかりその辺のこの間主張してきたことを整理をして、えー、回答をしあの答弁をしておりますで裁判所はこのような判断は、えー、判断枠組みは水戸地裁判決と同じであるというふうに言い切りましたで、えー あと、まあ、3点目としては、えー、本避難結果がどのような点で原子力防災会議の確認、了承が具体的、効率に書く,書くのかっと,っと,、えー、ということをと、あとはあの非公算人がどの辺りに移住しているのか等を主張立証することということで、その3点の宿題を出されまして、あのきちんと私たちは回答を示しております。 それで、えー、第3回目の口頭弁論に入りまして、えーえー、宮城県が3月8日にですね先ほど阻害要因調査という話をしまして、えーまあ、3日から5.3日くらいかかる避難計画っていうふうなシミュレーションをしたんですけれども、えー、この再稼働を前にしてですね近くになって今年の3月に宮城県が 改めて避難計画のああ避難時間のシミュレーション見直しというものをやったんですね。えー、長い名前で困難、えー、原子力災害時避難行動周知促進調査事業報告書というなるものなんですけれども、えー、これをやったら90%のー、えー、人が避難先に到着するまで、 12時間から41時間になりましたと、短縮になりましたというふうなあのシミュレーションの見直しの結果を示したんですね、公表したんですね。で、その中身というのは、その避難する人たちのえ設定、シミュレーションですから、いろいろ設定をするんですけれども、その避難者のえ車両のいわゆる、 待機時検査場所の避難車両の検査時間ですね。それを1台1分、停車時間を1台1分にしたとか、本来であれば6分からね、12分くらいかかってるんですよ。で、一昨年の待機時検査場所の、あの検査場所に入ってから出るまで12分くらいか,かってるんですね。そういったところを、えー 1> 1台1分とこれはあくまでも車が停車した時間なんだってあの弁解してますけれどもそれから津波侵入地域では水深1メートルのところを受講して通行可能だと本当にこういうふうなことを平気で言ってるんですね。で今回の,あの豪雨であのもうタイヤのあたりまで水が使かった車が動けなくなってるっていう事態も明らかでありますし。 津波侵入地域には初めから危険地域として、まあ、侵入あの入ってはいけないというような形で規制線が張られますからこんなのなんか絶対できっこないんですけれどもあとはど道路決壊については警戒後に通行するとかということでこう,こういうところを非難しあの批判したらですねこういうふうな設定をしないとシミュレーションできないからやむを得なく設定したんだというふうな言い逃れをしてますけれども。 こんな形でその12時間から41時間で避難できるんだということを、すり込むというか、住民にすり込むようなことを宮城県が平気でやっているということも、お伝えしておきたいというふうに思います。で、全くそのこれも、ここにも書きましたけど、元半島地震の知見を全く入れるつもりもないというか、見ようともしないというふうなことであります。 で,で私たちはですねそのこの3月第3回口頭弁論というのは4月の17日だったんですねでここで決心を求めたんですけれどもあ求めようとしたんですけれどもでこの日4月に決心をしないと当時当時のその女川2号機の再稼働が9月予定だったもんですからその再稼働前の判決を求めるためにこの 4月の第3回口頭弁論で結審をして判決を書かせようと9月の再稼働前に書かせようということで動いたんですけれども、えー、これまでの裁判官裁判長が5月に退官をするということで、まあ、定年で退官をするということで、えー、裁判長もあの退官するするのであの 他の、まあ、引き継がざるを得ないということも含めて、なんか自分がこの,この日決心をし,しないための何かを探したんですね。そうしたらそ、それがですね、えー、この宮城県が作った避難時間シミュレーション、あシミュレーション見直しに対し,対してあの、上岡直美さんに交差、えー、し、 これ我々が意見書を書いていただいたんですけれどもあのそ,こそこでかか上岡さんが一斉避難と段階的避難は変わらないという指摘したところを捕まえてここについてあの東北電力にあの反論を求めたんですねで、えー、次回まで書けとこのここのところについてということで。 この日、決心しないで、えー、また7月の17日に応答弁論が入ったということで、えー、東北電力が7月の頭に回答、あの反論してきたんですけれども、えー、これ、これ、ここでは、えー、上岡さん、上岡憲省について、一斉非難を段階的非難と誤認しているとか、 段階的避難の課題について具体的な記載がないとかっていうふうなことを言ってですね、えー、まともな反論をしてきませんでしたで、えー、7月17日に、えー、新たな裁判長のもとに第4回口頭弁論が開催をされまして、えー、先ほどあの冒頭で話した、えー、真相防護の徹底の問題 それから、避難計画の実効性の欠如に関して、弁護団から意見陳述をしてもらって、決心をし、になったということです。で、決心して判決日は11月27日でに,に,になりました。で、この、今度の裁判長がですね、倉沢織春さんという方で、 この方は、えー、19年の6月17日に仙台原発の、えー、許可取り消し請求事件判決で、えー、請求棄却を、住民側の請求を棄却する判決を,を書いております。ですので、ちょっと厳しいかなっていうところもあります。で、最後にですね、えー 11月27日の判決と彫刻についてということをなんですけれども、えー、仙台高裁は、えー、先ほども申したとおり、第1回期日で、期日で、えー、避難計画の内容に踏み込む方針を明らかにしています。で、裁判隊が、あ裁判長とあと、 ミニバイシンかな、のおお2人が交代するということで、えーまあ、最終、ごと弁論、第4回目の弁論で、この2人が、まあ、登場してきたんですけれども、でこ,こ,この2人の交代で、この1の方針ですね、避難計画の内容に踏み込む方針、これが維持されるのかどうかっていうのは、ちょっと疑問だとわからないと。 いうことで、えー、仮に敗訴するということになれば、えー、一審判決と同様の人家権侵害の具体的検証の視聴、主張立証の欠如が、えー、予想されると。これが、まあ、敗訴の理由になってくるだろうと。で、えー、避難計画の中身で、えー、企画されるということは、 まずありえないのではないかというのが弁護団の判断であります。で、一審に対する我々のその反論というのは、まあこれまで述べたきた通りなんですけれども、で、先ほどのあの弁護弁護団の主張にもあります通り、未判決の枠組みを採用すべきであるということを。 それから大事故を発することを明らかにすることは不可能であるということ。これは、まあ、規制委員会も東北電力もうんやっていないと、えー。それから福島事故を予,予測した人は誰もいないと。それから、えー、最高裁の617判決ですね、えー。これにも反するということで、えー、こ,のこのようなその反論をしてですね。えー 今あ、してきたわけなんですけれども、えー、そういったことで、えー、ちょっとどういうふうなあの判決になるか分かりませんけれども,、うんもうすであの、こんな形で今、裁判が決心をしたということで、報告をしておきます。であと、これはですね、宮城県知事の、ちょっと裁判とはかけあのちょっと離れますけれども、能、え、登、ー、半島地震における村井知事の、えー、発言であります。で これはあの記者会見での例なんですけれども、えー、オシカ半島の付け根にある原発,があの原発があると、オシカ半島でも来る可能性はあるのではないかということに対して、えー、東に日本大震災で今回と同じ地震を経験しているので、おそらくオシカ半島についてはここまで被害にはならないではないかというふうな、もうすごいひどいあの言い方をしております。それから オナガ原発再稼働この5月に予定されているが、これはあの当時5月だったんですね、1月の段階で。で、今回の地震を受けて国や電力に新たに求めるのものないのかと,いうこと。この時点では、深掘りする必要があると。オナガだけの問題ではなくて、深掘りについてはオナガだけではないということで、えー、深掘りが必要という指摘を国へ伝えていくというふうな言い方をしてたんですけど。 この,日の土曜この週の土曜日に規制委員会の委員長らが女川に訪れて、えー、意見交換するんですね。で、そう,そう,そうしたところ、えー、翌日の,あの記者会見で、委員長からすぐに避難するわけではないと、まずは自宅で、あるいは施設で待機していただくというふうに言われたとで、避難方法について検討するような発言はなかったと、委員長からですね。 で避難できるところの確保が重要で、最初に避難していくのは PAZ の人たちということになると、それほど多い人数ではないので、UPZ UP は自宅で待機することになると、で今後、宮城県が決めることではないので国、国と調整していくということで、みんな丸投げなんですね。こういったのが今の宮城県の知事の姿勢であります。 ということで、あまあ、この辺、細いのはありますけれども、だいぶ時間をしてますけれども、終わりたいと思いますが、7月7日に女川原発の再稼働を考える講演会と町内パレードを開催しました。えー、そこで、えー、400人の会場が満杯になって、まあ、サテライト会場も含めてですね、550人が集まって、えー、町内デモを26年ぶりに開催をして、 え反対運動の力を宮城県や東北電力に示したということで、女、ま、川、あ、町民を激励するということも踏まえてですね、こういった活動をしております。それからこれは最後になりますけれども、先ほどは多々良さんからの,のお話の中にもありましたけど、あのおなこの、えー、より磯漁協、ここの住民は、 女川、えー、原発に向かって、ここの道路、ここに PR 感があるんですけどここの、ここが電力の境なんですね、敷地なんですけど、ここに道路があるんですが、こういうふうに原発に向かって逃げなくちゃならないんですね。あとは、海を使って、回路でに避難すると。でも、津波、隆起、そういったものがあれば、 カイルは使えないということでも完全に孤立して取り残されるというふうな地域なんです。でここはこういったその看板が昔は70年80年代からずっと建てられていて今新たにですね看板が作られています増えています。でこういったことで先日あのそ,そこの漁民の方々と えー、7月7日の次の日にですね、えー、さ集会に参加してた人たちを,を案内をしながらこの寄諏浜の漁民の皆さんと交流をして,をしてきたんですけれども、えー、漁民の人たちはトラックとすれ違うのにこちらが止まらないと進めないとこんなのは避難道路ではないと事故があれば船,船で逃げるしかないと津波や地震で廃路も無理だと。でも 自分たちは子ども、親、孫のためにも反対運動をしていくということをおっしゃっていました。ということで、えー、まとまりのない話で申し訳なかったんですけれども、私の方からのお話をこれでお、はい、終わらせていただきたいと思います。ありがとううございましたあどうあの日野さんどうもありがとうございました。 非常に詳しくお話いただいてありがとうございます。えー、それでは、今ちょうど、えー、9時10分なので、えー、9時15分まで、9時15分に、えー、今度再開して質疑応答というふうにしたいと思います。それまで休憩です。よろしくお願いいたします。